本書を社内恋愛を成功させたいと願う全ての人に送ります。こんにちは、本懐チャンネルのサムです。今回は片瀬萩野さんが書かれた社内恋愛の教科書、会社は人を好きになる場所でもあるという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。社内恋愛に興味がある、女性視点からの男性向けのアドバイスを知りたい、そんな方におすすめの本です。きっとこの動画を見てくださっている方は社内恋愛に多少なりとも興味があるのだと思います。ただ、社内恋愛、普通の恋愛とどう違うのか、そう思われている方もいるかもしれません。確かに人を好きになるという点においては普通の恋愛と変わりません。ですが、社内恋愛に限って言えば、他の恋愛と同じように行動するとうまくいかないことがあると著者は言います。本書は2万人以上の恋愛相談に乗ってきた著者が、社内恋愛のルールに則ったうまくいく方法について解説してくれている本です。それでは早速紹介していきます。というわけでこの動画では1、社内恋愛の特徴を、2、社内恋愛で失敗しないためのポイントという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、社内恋愛の特徴。この章では社内恋愛の特徴というテーマについて、本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、リスクを確保しなければならない、恋愛経験値が問われない、相手との距離が近いという3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、リスクを確保しなければならない。著者は社内恋愛には独特な特徴がいくつかあると言います。本動画ではそのうちの3つに絞って解説します。まず1つ目はリスクを確保しなければならないということです。もちろん全ての恋愛にリスクはつきものでしょう。例えば思い切って告白しても振られるかもしれない。うまくいっても何かの事情で会えなくなるかもしれないといったようなことです。そう考えると不安要素のない恋愛はないでしょう。しかし社内恋愛では他の恋愛とは違った独特のリスクが存在します。その代表的なものが公私混同と非難されるリスクです。会社は仕事をする場所であり、恋愛をする場所ではないでしょう。これは社会人の常識であり、共通認識だと思います。だから同じ現場で働く2人が恋愛関係になったことがわかると、周りからは仕事そっちのけで楽しそうだ、会社に何しに来てるんだ、などと思われがちです。特に交際中の2人が喧嘩をしていると、その空気は職場に何とも言えない気まずさを生むでしょう。当事者以外の人にとってこれほど迷惑なことはありません。ですので2人の関係が仕事に悪影響を与えるようなことがあれば、おいおい会社に色恋を持ち込むなよとより一層非難されてしまうでしょう。下手すれば2人の仕事における評価も下がってしまうかもしれません。では続いて2つ目のポイント、恋愛経験値が問われない。2つ目は恋愛経験値が問われないということです。例えば社外で恋愛対象を見つけるための場の代表格、合コンを考えてみてください。合コンで気になった女性と仲良くなるために必要なものは何でしょうか。それは、たった数時間の勝負を制するための瞬発力でしょう。また会ってみたいな。この人には連絡先を教えていいかも。あの人と二人だけで二次会に行きたいな。合コンではそんな風に短時間で女性の心の温度を上げなくては次のステップに進めません。実際女性は合コンに行くなんて時間とお金の無駄と最初から思っているので、合コンに対するモチベーションがとても低いのだそうです。ですので、低い出発点から温度を上げさせるには、見た目やコミュニケーションスキル、ちょっとした気遣いなど持っている強みを短時間で遺憾なく発揮する必要があります。そういうわけで合コンは恋愛の経験値が多い人の方が有利になります。では一方で社内恋愛に必要なものは何でしょうか。それはじっくり自分を知ってもらうための持久力です。合コンが 100m 走なら社内恋愛はいわばマラソンです。出会ったその日に相手を口説き落とすようなテクニックを駆使する必要はありません。そうであれば合コンよりも楽じゃんと思った方がいるかもしれません。ですがそれはかなり甘い考え方だと言います。持久力が必要とされるということは、時間をかけて自分の良いところを見せ続ける必要があります。緊張感が途切れないので、これは別の意味で長期的なストレスともなります。このストレスに耐えきれない人は一歩一歩階段を上るように関係を築くことが面倒になり、ショートカットで結論を求めがちになります。関係が築けていないうちに勢いでプレゼントをしたり食事に誘ったりしてしまうんです。著者の友人の例が紹介されています。著者の友人のとある女性は、学生時代、いつもイケメンとばかり付き合っていました。彼女自身も、イケメンじゃない男になんて魅力がない、と豪語していたほどだったそうです。その発言を聞いて誰も冷ややかな目で見ないほど、彼女自身も美人だったそうです。社会人になり、彼女が同じ会社の先輩と付き合うようになったと聞き、著者はその彼を紹介してもらうことになりました。どんなイケメンなんだろう、と考えていたところ、彼女から彼を紹介された時、著者は驚いたそうです。目の前にいたのは以前の彼女なら決して相手にしないようなタイプだったからです。おしゃれにもあまり気を使わないような、どちらかというと地味な印象の人でした。そして彼女は目を輝かせてこう言ったそうです。ね、すごくかっこいいでしょ。彼女は心の底から彼のことを愛していました。
彼は決しておしゃべりが得意な方ではありませんでしたが、彼女が仕事でわからないことがあって困っていた時に丁寧に何度も教えてくれたそうです。そして彼女がミスをして取引先に迷惑をかけた時は、担当だからと誰よりも先に取引先へ出向き謝罪したそうです。そんな彼の姿を見るうちに彼女はどんどん惹かれていったというわけです。見た目やトークの面白さより誠実な人間性に魅力を感じたわけです。この例から言えることは、男性は簡単に諦める必要はないということです。例えば、こんな見た目だから相手にされないだろう、自分と喋ったって楽しくないだろうなと思っているなら、それは大きな間違いだということです。少なくとも社内恋愛の場合、そんなに悲観的になる必要はありません。あの人とは釣り合わないかもと最初から自分の可能性を閉ざしてしまっているなら、思い直してほしいと著者は言います。社内恋愛には飲み間の2時間制のようにリミットは設けられていません。ですので、仕事を通じて自分らしさをきちんと理解してもらえれば、それが一番の魅力となり武器になるわけです。では続いて3つ目のポイント、相手との距離が近い。3つ目の特徴は相手との距離が近いことです。女性には基本的に自分を安売りしたくないという思いがあります。ですので、初対面の異性に対する警戒心はとても強いです。男性の方はこんな経験がないでしょうか。女性の落とし物を拾って声をかけたら怪訝な顔をされた。少しぶつかっただけでビクッとされた。連絡先を聞いたら一瞬の間があった。こちらとしては決して悪意はないのに、下心があるのではないかと勘違いされ、警戒されてしまったような経験です。こんな反応をされれば少し落ち込んでしまうかもしれません。ですが、これは本当に嫌だと思って取った行動ではなく、単純に知らない人を警戒する条件反射な可能性があります。ですが、同じ会社の女性社員に声をかけたり、趣味を聞いたりしても、あまり変な顔はされないでしょう。それは、彼女たちにとっては、会社という場で何度も顔を合わせている間柄であり、知らない人ではないからです。ですので、プライベートの時と比べて、警戒心のレベルがはるかに低いです。合コンで女性と話す時は、前もって、いかに飽きさせない会話をするか、どのように自分を強く印象付けるか、下心がないように見せるにはどうすればいいか、といった戦略を考えておかなければ、相手は話を聞いてくれないかもしれません。しかし社内の場合は、下ネタのようなセクハラ発言さえしなければ、最初から相手に聞く姿勢、受け入れる態度が備わっています。出会った時から相手との距離が縮まっている。この事実は相手にアプローチをする上で大きなメリットになるでしょう。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では、社内恋愛の特徴というテーマについて、リスクを覚悟しなければならない、恋愛経験値が問われない、相手との距離が近いという3つのポイントについて解説しました。では続いてに、社内恋愛で失敗しないためのポイント。この章では、社内恋愛で失敗しないためのポイントというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、タイミングが全て。真実は誰にも気づかれてはいけないという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、タイミングが全て。この章では、社内恋愛のポイントについて2つ解説していきます。まず1つ目はタイミングです。声をかけるタイミング、食事に誘うタイミング、自分の気持ちを伝えるタイミング、恋愛には様々なタイミングがあります。声をかけるタイミングが合えば相手の情報を聞き出せますし、誘うタイミングが合えばデートができる。また告白のタイミングが合えば付き合える可能性はより高くなるでしょう。逆にタイミングを間違えてしまったために失敗することもあります。たとえ相手が自分に好意を持っていたとしても、タイミングを逃して告白した結果、もう付き合っている人がいるんだ、もう少し早く告白してくれていたらと言われて振られてしまうケースもあるでしょう。タイミングは全ての恋愛において大きな意味を持ちます。ですが、特に社内恋愛では、その重要度が大きくなるんです。もし、お互いの職場が違えば、多少タイミング悪く食事に誘って断られたとしても、それ自体は何ら問題になりません。今少し忙しいからと断られたら、そうとは知らずにごめんねと言えば、それで済みます。ところが、社内恋愛の場合はどうでしょう。気になる相手が同じ社内にいれば、仕事がどんな状況なのか、よく見えるはずです。しかし、そんな環境にいながら、誘うタイミングを間違えれば、自分に対する評価が変わります。こんなに忙しい状況だと知ってて誘うの?と一発で評価が下がってしまいます。状況がよく見えるからこそ焦りは禁物なんです。社内恋愛で失敗する原因の多くは、急いで結論を出そうとして焦ってしまうことなんだと著者は言います。確かに好きな人が他の社員と楽しそうに話している姿を見れば、心がざわつき、急いで何とかしなきゃと思ってしまう。その気持ちは自然だと思います。しかし、そこで急いで行動してもうまくいかないんです。それはなぜかというとタイミングが違うからです。彼女が好きで、彼女の良さをきちんと見ているなら、アプローチの機会はたくさん見つけられるはずです。社内恋愛は一緒にいられる時間が長いので、相手のことがよく見えます。忙しい時やトラブルに直面している時、また大きな仕事に関わっている時、仕事が少し落ち着いている時など、普通なら入手が難しい情報も手に取るようにわかります。ここに社内恋愛においてタイミングがなぜ大切なのかの答えがあります。
それは近くにいる分、タイミングを間違えないことでどれだけ相手を理解しているか伝えることができる点です。タイミングを間違えずに行動できる人は偶然が重なったわけでも、数打ち当たりで成功したわけではありません。相手をよく見て、相手を思って行動したからこそベストなタイミングで動けた。ただそれだけなんです。では続いて2つ目のポイント。真実は誰にも気づかれてはいけない。社内恋愛のポイントの2つ目は演技です。社内恋愛をしているカップルが一番気をつけなければならないことは何か。それは付き合っていることがバレないようにすることだと言います。自分の彼女が近くにいれば目が合うだけで嬉しいかもしれません。恋人同士ですから、ついつい社内でも触れたい願望に駆られるかもしれません。ですがそこは絶対に超えてはいけない一線です。社内恋愛をするなら、関係が周りにバレないように絶対に隠し通すべきだと著者は言います。なぜならその方があらゆる面倒を避けられますし、逆に隠さなければ様々な不都合があるからです。繰り返しますが、付き合っている二人は絶対にその恋愛感情を周りに察知されないように注意してください。そこで必要になるのが演技です。これは付き合っている二人だけでなく、片思い中の人も含めてですが、自分の本当の気持ちは誰にも知られてはなりません。演技をしなかったことが招いた悲劇を紹介します。ある男性は同じ部署の女性に片思いをしていました。彼は自分の気持ちを隠さずに好意を前面に出して接していたのですが、彼女が突然よそよそしくなり、彼を避けるようになったそうです。なぜ彼女は俺のことを避けるんだろう。彼は自分が嫌われるようなことをしたから避けられたのだと思いました。ところが事実はそうではなかったんです。ある時、彼女の同僚である A さんの言動が原因でした。 A さんは彼女にこう言ったそうです。私見ててわかるけど、彼はあなたに気があるわよ。最初彼女は彼のことを特別意識していなかったそうです。ところが A さんが彼の言動に注目し、ことあるごとにほらねなどと言葉をかけてきたため、彼女は耐えられなくなって彼との距離を取るようになったそうです。つまり周りからの囲い込みによって、彼は何もしないまま振られてしまったわけです。自分が行動を起こして振られたのなら納得もできますが、まだ何もしていないのに終わってしまうなんて辛いですよね。このケースでは何が悪かったのでしょうか。 A さんが余計なことを言ったからでしょうか。もちろんそれもありますが、最大の原因は彼が演技をしなかったことで、彼女に対する好意を周りに気づかせてしまったことです。このように社内恋愛では特に好意がバレないようにすることが必要だというわけです。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 社内恋愛の特徴。リスクを確保しなければならない。恋愛経験値が問われない。相手との距離が近い。 2. 社内恋愛で失敗しないためのポイント。タイミングが全て。真実は誰にも気づかれてはいけない、というポイントについて解説しました。今回紹介した本、社内恋愛の教科書、会社は人を好きになる場所でもあるについて、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。